決の内容についてはもちろん出てみなきゃわからない、そういう点がありますけれども、いずれにしても日本におけるあるいは世界における脱原発反原発運動に対する重大なる挑戦であるというふうに私は思います。本来ならば地方は公明正大であり、どちらの側に変するなるということは絶対にあってはならないもの。戦闘撤去を許さないぞ。戦闘を守ろう。戦闘を守ろう。戦闘撤去を許さないぞ。予定されているというか予測している判決内容ではありますけれども、改めてそのようなが出されたについて、私は一種の緊張感とともにですね、誠に残念であるというふうに皆さんにお伝えせざるを得ない。しかし残念だというふうに嘆いていても仕方がない。私たちは明日からまた戦わなきゃいけない。脱原発運動を続けなければいけない。日本の原発が全部なくなるまで頑張りたいと思うんです。これはみんなの力です。福島の者がいなくても、代わりに雨の日も風の日もここに座って抗議している人たちがいます。何のためでしょうか。福島のことを心配し、子どもたちの命を守ろうとしてです。テントを守ってくれる人たちが罪になるなら、テントが欲しいと思っていた私たち、テントを拠点としている福島の女たちはさらに重罪です。しかし福島を訴えることが罪ですか。原発はもういらないと世界に訴えることが咎められることなのですか。本当にこの福島からのやむにやまれぬ発言、これを許さないというこの司法法律って一体何なんでしょうか。私たちは当たり前のことを訴えてるだけです。我々はテントしてどう戦うかということでですね、今議論しているのはやはりそのテントはその全国の反原発闘争の象徴だ、このですね、まあ、X でか分かりませんが非常にこう短い時間です。それはですね、まあ、全国のテントの支持者が目に見える形で我々のテントについて、テントにいる面もああいう抵抗してる、だけどもこういうふうに潰されたとかね、撤去されたとかいうのが目に見える形で、そして全国全世界の注目の中でです、俺はこの強制撤去たちの戦いを展開する。そして結果としてね、ああいうふうにテントを撤去するからやな、再稼働できづらくなったじゃないかとかね、そういうふうに権力を持たざるを得ないような戦い方をどうするかということを我々考えています。